どうもピヨニジョーですというところでシャリマスでございます。やっていきましょう。はい。いや、さっきまでシャミソンを撮ってましてもう明らかテンションがおかしかったんですよ。一回落ち着きましてね、あのシャリマスの方やっていこうかなと思っております。よろしくお願いしますというところで、前回の続きです。今回は、前回がね、グラットの御事さんじゃねえや、先にネタバレしちゃったグラットのミチカさんだったので今回はグラットの御事さんになります。はい。どこだ、御事さん。あれ、まあ、SSR じゃないんだっけ。これか。ね、これでございますんで、やっていきましょう。ね、ニチカさん一回失敗してるんでね。御事さんは一回で成功したいなと思ってるんですけど、そもそも御事さんね、現状その北海道に帰ってるっていう、あれがあるんで、まあ、その北海道先でのグラットになるのかなっていうの、ちょっと、なんかこう、ちょっとなんかその気になるというところでございますので、やっていきましょう。スタートです。あ、まだスタートヘロー、お、ハローですね。ヘローって言っちゃった。ハローね。本当に北海道本当にこっちからやるんだね。プロデューサーかな。もしもしプロデューサー。お、電話越しで何、今回コミュ進んでる感じ。お、みことか。よかった、ちょうどそっち着いた頃かと思ってさ。さっき到着したところ。不思議そうか、無事着いてよかったよ。ゆっくりしてきてくれ。ん、みこと、帰ってくるんだそうなんだ。え、いや、だからそれはしばらくゆっくりしてから考えようって話しただろ。それは私に辞退しろってこと。いや、そうじゃないよ。だけど今のままでは出場してもいいとは言えない。いいとも言えない。ステージに立つには万全の状態でいないとだろ。それに何より御事の体が大事だ。そうだね、そんな弾丸でやってもね、しょうがない感じありますし、だからリフレッシュというか、新しいものを改めてこうやるために北海道帰ってるんだよね。なんかだから、その自分がそもそもなんか分かんなくなっちゃったっていうか、そのクリニック行ったらなんか北海道帰っちゃったっていう感じなんで、ね、あ、そうだよ。御事をしばらく休んでご実家の方に帰ってみるのはどうだ。あ、これ当時の話ですね。スケジュールの調整ならするし、ほら、御事のご実家の方は空気もきれいだろ。咳も、あ、少しは良くなるんじゃないか。あ、そっか、咳出してたね、そういえばね。そうかな、わからないけど。なんか風とは言われてたけど、そんな風で長引くもん。私は別に来たくなかった。そっか、帰ってなんて。御事、こんなところに来たって。ちょっと弱音を吐いてる御事さんも珍しいですね。大丈夫か。とにかくしばらくの間はしっかり休んでくれ。それで良くなってきたら考えよう。また連絡するから、御事も何かあれば。いや、何もなくてもいい。いつでも連絡してくれ。わかった。プロデューサー。そうやって P ラボを増やしているんだね、プロデューサーは。ね、罪な男だよ。グラッと見送るべきなんだろうな。なんか、シーズは二人ともグラッと見送れみたいな、スチコミなんですか。ニチカさんには落ちてこいって言って。だけど、あの、御事さんは出たがるだろうね。さあ、やっていきます。ちょっと待っててくださいね。ちょっとね、新しい試みでプロデュース中は撮影切ろうかなと思ったんですけど、それだとやっぱミスっちゃうね。
だからまあちょっと普通にいつも通りやろっか。みことが来るなら調律頼んでおけばよかったね。お母さん、うん、急だったから仕方ないよ。みことさんのお母さんどういう人なんだろうね。そう、うん、ちょっと散歩してくるね。そうだね、実家帰るのなんか久々でしょうしね。うん、行ってらっしゃい。気をつけて。何か羽織っていく？北海道だからね。うん、大丈夫。大丈夫なんですか？寒いんじゃない？あの綺麗だね。じゃあみことさんも、みことさんもちっちゃい頃は水曜どうでしょうとか見て育ってたのかな。どうなんだろうね。お帰りなさい、みこと。随分久しぶりだね。前にコンサートを見に行った時以来かな。来てくれたんだね、うん、そうだね。具合は大丈夫なの？みことが戻ってくるなんてよっぽどなんでしょ。ああそうなんだ。具合が悪いって戻ってくるって言われたのかな。うん、少し咳が出るだけ。そうなの？そういえば昔も少し咳をこじらせたことがあったね。こじらせたで合ってるんですかこれ。近くにスマホあるんですけど充電中なんで。ねえ、すごく小さい頃だけど。そうだった。うん、寒暖差のせいだって。しばらくして良くなってからはちっとも出なかったけど。へえ。そうなんだ。寒暖差で咳って出るんだね。そういえば、みことは新しい家になってから初めて来るんじゃないか？新しい家なんですね。建て替えたんだね。そうよ。お家建て替えるって言った時も戻ってこなかったから。いくつか荷物も送ったでしょ。みことの部屋を片付けた時に捨てないでって言ってたもの。ああ、うん。そうだったかも。もう、綺麗になったから楽しみにしてて。ピアノは捨てちゃった？いや、あるよ。だけどもうずっと使ってないからな。みこと使いたかったか？どうだろう、わかんないや。よりどころというかね、そのなんか普段とは違う生活の中でこうやっぱ今まで最近の生活とはちょっと違う中だけど、その中でもピアノってやっぱそのみことさんの日常の中にあったものですから、やっぱ触ってると安心するんでしょうね。プロデューサーなんかすごいね。チェインでよくない？お、みこと。うん、どうしたのプロデューサー。いや、調子どうかなと思って。実家の方でゆっくりできてるか？どうかな。帰ってきたばっかじゃないの？よくわかんないや。そうだね、困っちゃうよね、急に生活変わってもね。わかんないって。時間はゆっくり進んで、いつまでも終わらないみたいで、なんだか怖いの。みこと、超弱気ですね、もうずっと。ね、こんなみことさんなかなか見ないからね。昨日できてたことも、もしかしたら、もうできないかもって。何もしていない時間がゆっくり過ぎていくのは、なんかやっぱこう毎日続けてることって1日空けちゃうと怖いよね。なんかなんて言うんだろう、なんか継続力があるのすごいねって。私も結構継続力あるタイプなんですよ、どっちかっていうと。その結構いろんなことを長続きさせられるタイプで、だからそれこそ あんま例えが正しいかわかんないけど、いろいろ例えば出さなくていいや、やってるんですけど。でもそれってその継続力すごいねって言われるのもそうだけど、なんかやめちゃうと不安なんだよね。そう。
だからそう、私の毎日投稿もそうなんですけど、これは継続力すごいねって確かに言われるって、まあ、私も継続力すごいなと思うんですよ。もう約2年ぐらい多分毎日投稿ぐらいしてるので、なんなら1日で2、3本上げることもありますから、あれなんですけど、これも単純に、切るのが怖いんですよね。その毎日投稿を。毎日投稿を1日でもやらなくなった途端に、なんかこう、登録者5人ぐらい一気に減るんじゃねえかなっていうちょっと恐怖もあって、そうだから、そのなんか習慣を切るってすっごい怖いんだよね。そうなのよ。だから多分物事が変わるって言って、環境が変わるってやっぱ怖いのよ。みこと大丈夫か？全然大丈夫じゃないみたい。ああ、もういい、弱り切ってるみことさん。大変だ。こんなみことさん見るのなかなかないぜ。みこと？片付け？うん。そんなところ。ごめんね。うるさかった？ううん、大丈夫。咳少しは良くなった。どうかな、わからないけど。ピアノ調律してもらおうか。え？ずっといてもいいのよ、みこと。いやー、お母さんもね、やっと帰ってきて逃したくないよね。でもみことさんもそういうわけにはいかないよね。シーズってものがあるから。どこに？私の部屋もないのに。あ、部屋はなくなっちゃったんだ、この家。いいの、私やっぱりもう帰らなきゃ。帰りたいの。だから調律しなくていいし、なんなら処分してもいい。そう。ごめんね、急に来たりして。ううん、応援してるから、お父さんもお母さんも。頑張ってね。うわ、うん、ありがとう。帰っちゃうの本当に、ことの。どうせ息苦しいなら帰りたい。行きたい場所に行きたい。そのためなら私、帰ります。もうプロデューサーびっくりだよね。え？いいよね、プロデューサー。え？もう帰ってくるの？びっくりしちゃうよ、プロデューサーも。もしもし、プロデューサー。あ、みこと、繋がってよかった。もう空港か？え？うん、そうだけど。プロデューサーも空港にいるの？え？なんか、音が。そっち、え、プロデューサーすげえ。ああ、そうなんだ。みことから昨日の夜連絡もらって迎えに行こうと思って。どういうこと？あ、みことさん、え？みことさん、でも北海道から東京ってどのくらいなんですか？飛行機で。そんなかかんないか？ 1 時間ぐらいで行けるのかな？いいのに、迎えなんて。はは、俺が来たかったからさ。今、空港に着いたところなんだ。入れ違いにならなくてよかった。あ、なに、みことさんも東京に帰ってきたのかな？プロデューサー、もう東京なのかな。ほら、北海道の空港ではなく。ん？帰ってきてもよかった？え？そこはもちろんって言ってやんなきゃ。私結局一
人で考えてもよくわからなかったの。だけど、ステージのない場所で生きるなんて、死ぬより辛い。そうか。みこと。だから、帰ってきたの。そうか。もうみことさんにとってステージはもう家ですね。おかえり、みこと。会えたかな？ああ、いい話。こんな状態で予選に行っていいのでしょうか。そもそも予選に参加するんですね。どうかな。緊張っていうか、練習しっかりできなかったから不安なのかも。そっか。あ、すごい、読み上げなかったね。珍しい。でも見事にはこれまで積み重ねてきたものがあるだろう。そうだね。それで通用するのかな、この場所で。久々に負けました。予選久々に負けた。マジで、しかも最下位だ。はい、ごめん、みことさん。ごめん、マジでごめん。でも、予選あるもん、不敗者復活あるもんね。お疲れ、みこと。やっぱり、練習が足りなかったみたい。積み重ねてきたものだけじゃ。だけど、いいステージだったと思うよ。そうかな。じゃあ、足りなかったのは覚悟なのかも。みんなここにかけてきてるのに、私は。まあ一応もしかしたらこれ失敗してよかったかもしれないところありますね。でもチャンスはあるだろう、ここから。そうだね。一回やっぱこう挫折しといた方が。次に向けて練習しないと。そうだよね。あー、ミスっちゃった。久々にミスっちゃったもんな。アライブ。ダメだ、やめよう、歌うのはやめましょう。アライブで歌っちゃダメよ。あとでひな作んないとな。ソウルドパロットへ、ひなな、ひれな、ひななへん。綺麗な音、少しも狂ってない。あ、いつもの場所戻ってきた。見事、やっぱりここか。プロデューサー、練習しないと、休んでいた分。うん、そうだよな。見事はそう言うだろうと思ってここに来たんだ。すごい、さすがだね、プロデューサー。ねえ、ここのピアノいつ調律した？ん？ああ、少し前に、ちょうど美琴が帰ってくる前日だったかな。そう、綺麗な音だったから。はは、そうか、やっぱりわかるのか。これプロデューサーが美琴が帰ってくるって聞いてって言ったらかっこよかったのにね。実家に戻って実家のピアノを触ったら、すごく音がおかしかったの。私以外誰も弾かないから、調律していなかったみたい。そうだったのか。それでね、昔ピアノを習っていた時によく言われたことを思い出したの。一日弾かないと三日分腕が鈍るって、うん、よく言うよね。知らなかった。そんなに変わっちゃうのか。だからかな、怖いの、毎日練習しないと。そうだよね、怖いよね。私も毎日投稿を見るの怖いもん、もう。いつかでも切らなきゃいけない日が来るんだろうなって思うと、その時にみんなが残ってくれてるのかなっていうのがちょっと怖いね。ここには何でもあるでしょ。レッスン室も音のあったピアノも。だから帰ってきたかった、すぐにでも。ごめんな、
環境を変えたら何かが変わるかもしれないって思ってたんだ。だけどそれが余計に巫女に負担をかけてしまったかもしれない。うん、よかったの。私にも分からなかったから。本当に長い間戻っていなかったし、だけど外の空気が澄んでるからってちゃんと息ができるわけじゃないみたい。それが分かったの。そうか、巫女にとって少しでも得るものがあったなら間違いではなかったのかもしれない。プラスだねポジティブだねプロデューサーねそれにね、戻ってみたから気づいたの。ん？私いつかは帰る気でいたのかもしれないって。うまくいっても行かなくてもいつかは帰ることになるのかもしれないってどこかで思って。うん、だけどもう私の帰る場所はなかったの。だからよかった。部屋もなくなりピアノもダメっていうところでしょうね。厳しいね。音が全然違うもんねプロデューサー、私前に言ったよね、目指す通りのアイドルになれるなら死んでもいいって。うん、そうだったな。よく覚えてるよ。すごく驚かされたから。その気持ちに嘘はないの。だけど少し間違っていたのかも。ほう、考えが変わりましたか。え？ここで死んでもいいくらいのステージをするにはここで生きていかなきゃいけないんだって。なるほど。苦しくてもわからないことばかりで何もできなくて、何にもなれなかったとしても他のどこでもない、ここで生きていきたいんだって。ゴクデラみたいな考えの変化ですかね。あのゴクデラはね、あのバリアーとの争奪戦までは、自分は死んでもいいから10代目を守るっていう心持ちでいましたが、ただバリアーの時にあの争奪戦であのフィルが爆発するみたいな展開になった時にね、あのバカ言ってんじゃないと、ツナがね珍しくというかほぼ初めてゴクデラにこうあの切れたというかね、あの何言ってんだよと、あのみんなで楽しく生きるんだろうって言って、そっからゴクデラは考えが変わったんだよね。みんなと一緒に生きる、ね、これが10代目にとっても一番いいことだからって。懐かしいね確かにそう考えると巫女さんなんか嵐属性みたいだもんね嵐の守護者感があるよね巫女さんね。システーマ CA、 そうだね、だから全属性操ってそう感もあるよね巫女、おかえりって巫女が帰ってきた日にも言ったけど、今はもう一回言っておきたくなった、うん、ただいまプロデューサー。私帰ってきてよかったよね。ああ、ちょっとまだまだしおれてますねしおれた美琴さんもちょっと可愛いな、なんか当たり前だろ。そっか、よかった。それにね、ここにはプロデューサーがいるから、私を待っていておかえりって迎えてくれるすっごく世話焼きなプロデューサーがいるでしょだってプロデューサーはは、世話焼きか、うん、だから生きていけそうな気がするの。世話焼いた甲斐があったねプロデューサーねすごくいい言葉だと思います。はい、というところで、シーズン4に行きましたので今回の動画はこれで終わりでございます。なんかあれだね、みことさん、あのグラッとあれだね、ちょっとコンパクトですね。なんかリチクさん結構長かったイメージあったので、つかシーズン全体がね、あの結構そのコミュ自体が全コミュ、まあ、プロデュースも通して、まあ、それこそファン感めっちゃ長かったんですけど、なんか
グラッドのニチカさんじゃねえや、みことさんコンパクトですね。ただすごくいい話だと思います。めちゃめちゃなんか中身が詰まってるというかなんかすごいシンプルでいいな。なんかそのやっぱ自分の居場所ってここだったんだなっていうのを改めて感じてもらえたのはすごく嬉しいなっていうかねプロデューサーよかったねって私は声かけたいなというふうに思いました。はい、というところでじゃあ次は後半でございますね。ちょっとグラッと失敗しないようにね頑張っていこうかなと思ってますありがとうございました。チャンネル登録の方もお待ちしてますんでよろしくお願いします。ではバイバイ。